どうも、一生声かけ中のものです。そして週の真ん中水曜日、真ん中もっこり車ニュースの時間です。8月5日、スバルが新型レガシーアウトバックのこの秋公開を告知しました。スバルが新型のレガシーアウトバックのこの秋に発売することをですね、サイトで公開しました。ただ一切具体的な情報がありませんので、ここではですね、北米で先行発売されているスバルのアウトバック、今回レガシーアウトバックじゃなくてアウトバックですけれども、その情報を交えて紹介します。北米モデルでは水平対向4気筒の 2.4 リットルの FA24 ターボを搭載しています。で、ここのビッグニュースはですね、プラットフォームが従来のものに変えてですね、スチャダラパーコと SGP スバルグローバルプラットフォームに変わっていることです。またですね、インテリアでも実はですね、国内のレヴォーグ系に先駆けてですね、大型のモニターを採用していることがニュースだったんです。実は先行してたんですね、この北米のアウトバックが。で、実はですね、2020年からこの北米仕様のアウトバックは販売してるんですけれども、今年2021年にですね、北米で大きなニュースがありました。このアウトバックをベースにですね、車高をリフトアップして、全身をですね、ごついプロテクションモールで固めたウィルダネスという仕様が販売されたんです。このウィルダネスはですね、なんと最低地上高が260ミリもあるんです。これだけの高さがあればですね、体長25センチの首輪トカゲをですね、あ、引きそうになっちゃったと思っても下をスルーするので大丈夫。しかしこのウィルダネス、本当にね、ごついフォルムでかっこいいです。ここまでメーカーがやれば、もはやカスタム屋さんいらずのセルフオートサロン状態とも言えます。ナッツ涙目です。続いて7月31日、グランドツアーの最新話が配信されました。 Amazon プライムビデオで配信中のですね、車おじさん3人組によるバラエティカー番組グランドツアー、その最新のシーズン4エピソード3が配信されました。今回のテーマは、アメ車はなぜ英国で売れなかったのかを検証するというもの。このおじさんたち3人がですね、中古車を持ち寄って英国内を旅行するという企画になってます。正直ですね、トップギアからですね、グランドツアーに移転して、映像のクオリティとかはですね、良くなったんですけれども、内容に関してはね、いまいち熱いものがなかったグランドツアーですが、この最新エピソードはとても面白かったです。特に前半は。ただ後半はね、やっぱりね、ちょっとだれちゃうんですよね。なぜこうなるのかはちょっと謎なんですけれども。なお、展開に困った時にはキャンピングトレーラーを登場させるというですね、お約束は今回も健在でして、これはね、笑っちゃいますね。続いて8月6日、 NSX のレースベース車 GT3 仕様の最新モデルが発表されました。2016年に登場した NSX ベースの GT3 仕様車、これのですね、 EVO22 と呼ばれる最新モデルが発表されました。ちなみにこの GT3 というのはですね、ノーマルの市販の NSX とは中身が大きく違いまして、このモデル 3.5 リットルの V6 ターボを搭載してます。さらにハイブリッドシステムを排除したミッドシップリア駆動方式で、車重が1240キロとむちゃくちゃ軽くなってるんです。トランスミッションは6速のシーケンシャル MT になってます。いいスペックっす。今回の EVO22 ではですね、インタークーラーの改良などが行われました。ちなみにこの GT3 仕様って外観もかっこいいんですけれども、先日発表された NSX の最終モデルタイプ S、 あれのね、外観にもこの GT3 のですね、ルックが採用されそうなんです。ほら、これ見てください。 GT3 のリアのこのディフューザー、えぐいでしょ。この形状、実はこの前発表されたタイプ S のティザー映像にもちらっと映ってるんです。ちなみにこの GT3 仕様、無限こと MTEC が扱ってまして、価格はですね、46万5000ユーロ。日本円で言うと6000万円。安いなって、そんなに安いって言うんだったら、お前が買え、今すぐ。いや、ちょっとすいません、今、スイカの残高足りなくて。次のニュースです。8月4日、オペルの日本導入延期が発表されました。ドイツの自動車メーカーオペル、
2020年にですね、今年2021年の日本の正式導入が打ち上げられていましたけれども、最近のコロナですとか半導体不足などの状況を鑑みてですね、その正式デビューが2022年に延期されることになりました。で、この日本導入のね、オペルのモデルたちが相当かっこよくて洗練されてるんですよ。例えばこのコンパクトハッチバックのコルサ、これ 1.2 リットルエンジンで100馬力を発生するものなんですが、これインテリアも含めシュッとしてますよね。また小型 SUV のモッカ、これ前後のライトがとてもシュッとしてかっこいいんです。このボディサイズとってもコンパクトで、全長は4151ミリ、全幅は1790ミリなんですけれども、この全幅ちょっとですね、想像できない人はですね、近所にいる細長いサメ、スムースハウンドを頑張って捕まえたらバンすれば大体一緒です。で、これら日本導入モデルとは別にですね、今年オペルが発表したコンセプトモデルのこのフル EV 車両、オペルマンタ GSE、 これ見てください、これ超かっこいいでしょ。ベースとなったのは1970年に発表されて88年まで生産されたこのオペルマンタなんですが、これがこうなる、むちゃくちゃかっこいいし、オペルセンスがいい。それにしてもこのデザインセンスのいいメーカー、いや名前忘れちゃった、手術ルオペル、来年の導入が楽しみです。というわけで今週の水曜ニュースでした。大変微妙でした。ごちそうさまでした。